こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧くださりありがとうございます。前回はキッスは復讐のライセンスということで、エルメスの姉グロリアの仇を討つ復讐がなされたわけですね。そしてスポーツマックスは無事倒すことができたんですけれども、その一連の事件をきっかけにジョリーンは懲罰房に入れられることになったと。懲罰房で何が起こるんでしょうか。本日はエピソード15を見ていこうと思います。エピソード15、ウルトラセキュリティ懲罰房。魂の数決まってるの。なんかそういうの聞いたことあるね。何万個も。結構スポーツマックスにいろんな話してたんだね。骨よね、骨。よみがえらせる。ここでまたディオ様。ディオ。よく拾ってきたね、この一つのかけらは。終わってる。うお。どこに行った、見えないゾンビ。まあ、ゾンビ化しちゃった。コントロール不能。どっか行ったんだね、じゃあもう。ちょっと焦ってるよ。なんですって。丈太郎の記憶と合わせて。そういうことですか。ホワイトスネークも確実にジョリーンを始末し、全力を注ぐだろう。このままジョリーン一人では絶対やられる。今の私が存在する。相当やばい場所だったからね。ただでさえ私にはどうしていいかわからない。今医療棟に入院しているウェザーリポートだって、あそこまで行くことはできない。ウェザーリポート入院中。ウルトラセキュリティハウスユニットね。完全に隔離されてるんだ。行くのね、FF。あ、ここでニューキャラ。アナスイ。アナスイ。する。何ですかその服は。絶対協力しないの。交渉中。あるある聞いたこと。そうなんですか。ファッションブランドじゃないの。症候群。分解してるね、時計とかゲームとか。これがアナスイ。機械だけじゃないの。うわー、す
ついに生物にまで。結構危険人物なんだね。まだスタンド能力もわからないのに。ここで FF 対アナスイ。いきなり OK。 それより服が気になるよ。どうなってるの？これはリボンなのか、服、肌色の服なのか、足跡みたいなのもあったし、すっごい薄着なような。ジョリンのこと気に入ったの？そういう動機？突然の結婚宣言が出たよ。急にモテてるんですね、ジョリンさん。ダイバーダンス。ボフーン。どうなりました？おお、遅れてキックが。ダイバーダウン。ポーズが出たよ。ポーズが。祝福。あ、ディオ。いろんなスタンドあるからね。料理人ね。あ、ディオ。すごい正論だ。サバイバー。うん、強そう。82年。悲惨だわ。折れ飛んだ歯が。それが発端なの？戦わせ合う能力みたいな。脳の中で、それでコントロールされたの？だとか。強そう。大脳変異系。それがサバイバー。手に余るって言ったね。敵も味方も区別がないんだぜ。それ奥にくれないか。ないなら何？スタンドだけ。能力だけ取り出してディスクで保管するということか。こうスタンドをディスクで保管っていうところがね、概念として厄介ですね。え、ついにキノコ。たくましいよ、ジョリン。ゴキブリみてえに隠れたぞ。この棒は俺の勝ちだ。賭けしてる。必
卑劣だね。演技ですか。とにかく。地道だね。すごい地道。うお、なになに、水まあ、何でもありですね、この懲罰棒。すんごい量の水が出たけど、さっきのサバイバーっていうスタンドの話があったよね。水、あ、来た来た、怒りのスイッチが入った。始まってしまったね。収まってきつつあるけど、あー来た。もうそれ見えるんですか。そんな状態になっちゃう。もうドドドすごいよ、ドドドが。おお、刀身みたいになってる。誰がスタンド使ってる。聖なるものを犬にやるな。彼らはそれを足で踏みつけ、また聖なるものを犬に。スポーツマックスが行方不明だ。マックスの記憶が読まれてしまったと考えて間違いないだろう。マックスの記憶が読まれたよ。4人、そのうちの1人がサバイバー。この4人と戦うの。あの4人ね。おお。おお。見た目もまあまあですね、これは。一気に。うそー。あ、めっちゃ出てきた。大乱闘みたいになってきた。ファイトクラブになっちゃった。はい、というわけで懲罰棒がファイトクラブと化してしまいましたね。しかもプッチ神父から送り込まれたスタンド使いの、まあ、資格4人いるということで、結構個性的なキャラが続々登場してましたけど、誰がその4人なんでしょうか。まあ、その中の1人はサバイバーのスタンドを持っているということでしょうね。そしてここに野球少年の仲間だと思われたあの一人の人物、アナスイということでね、アナスイがどういう人物だったかということも明かされたんですけれども、まあどういうわけかアナスイはジョリンのこと気に入っていて、ジョリンと結婚するなんて言ってましたね。そしてそれが力を貸すモチベーションになっているということですけど、なかなか6部の話複雑さを増してまいりました。なんかね、あのサバイバーのスタンドに関して言えば、私なんか生物兵器か何かで人の、まあ脳のね、ある部分の怒りをコントロールする部分をちょっと刺激することによって、まあ、闘争心を煽ってこう争いを起こすみたいなね、そういうのをちょっと読んだことがあるので、そういった生物兵器とか、まあ、技術のなんかアイデアか何かをね見て、このスタンドを思いついたのかなとかちょっと想像したんですけど、懲罰棒でのバトルどのようになるんでしょうか。誰が生き残るんでしょうか。それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。
メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲、編曲、すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。 Twitter、Instagram もチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。